こんばんは。あ、どうもこんばんは。リハでめちゃめちゃ無茶ぶりさせられた前です。そして無茶ぶりをしたあの井上雅人です。おごってもらいます。ちょっと待って。あ、よかったよかった。財布忘れたことがあった。リハ頑張ったので明日も頑張ってくれるんですけど、踊ってもらいます。ごちになります。いいよ。いや、本当なん出世払いね。そう、出世払いで。いや、いい、なんか都会だな。ここはそんなでもないか。ここはね、落ち着いてる。落ち着いてるよね、本当。かっこいいな、俺。かっこいいよね。じゃあ、ちょっとこうやってこげてか。いや、どこ映してんの。身長差、ちょっと。だいたいここから歩いて20分ぐらいかな。うん、いいね。気持ちいい。いいね、風が。うん。何食べたい？え、何がいいんだろう。混ぜそばとか。あ、好きだね。普通？油そばで。あ、普通のラーメンの方ですか。普通のラーメンです。普通のラーメンを逆に下北で食ったことないからおすすめできないんだけど。あ、オッケー。逆に。混ぜそばだっけ。うん、私あんま食べたことないからそれ食べてみようかな。混ぜそば食べる？食べようかな。お、じゃあカロリーめっちゃ取るよ今日。最近ダイエットやってるから明日に向けてちゃんとカロリー取っとかないと。そうだね。あとちゃんと睡眠、今日はね眠剤をちゃんと持ってきたので、それ飲んで飲んで爆睡爆睡爆睡。もう栄養剤飲んで寝ます。この後ご飯食べた後、寄って栄養剤買って飲んで寝ます。夜でもサングラスかけてしまう系男子です。かっこいい、似合ってるよね。ありがとう。これね、モノマネ用と、うん、あとその普通にプライベートでつけるようで買った。私も最近サングラス買うのハマってんだよね。ほら、これちなみに誰のモノマネ用かわかる？歌手なんだけど、ビーズ。違うな。サングラス有名じゃない、やれもこれもってちゃうわ。ビーズサングラスかけてかけて。長渕剛さん。固い絆に思いもんのそって。ちゃうわ。まあ、でもまあ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 大丈夫。まあね、やってるっちゃやってるけど違うんだよ。あ、そう、違うんだ。違うんだよ。これね、小袋の黒田なんだよ。そっか、それもあったな。確かにもう8時っす。恥ずかしいの？田舎者だと思っちゃうよ。ね、寝てる人とかいるんじゃない？大丈夫だよ。都会の人はみんな。大丈夫、都会の人は大体平均夜中の3時に寝てんだから。知らんけど。3時？俺持論な。そうなんだ。そう。いや、でも大変だろうな、事務所で働いてる人たち。睡眠時間。どっち？こっち。俺についてきな。お、頼りになるわ。何歳だっけここ。え？今、今年何歳だっけ。ここ P 入るんですけど。うん。いや、本当に見えないよな。だって俺写し合った時20代前半だったってことでしょ。22、3だったってことでしょ、うん、変わらないと。変わんないよね。だって俺がその時18、7とかだから。そうだね。俺事務所入ったの18歳になる年だった。そうだよね。そう。高校卒業。リアルな年齢で言ったら、ちゃんだお姉ちゃん。姉ちゃん。姉ちゃん。こんな姉ちゃんですけど。ごめんね、こんな生意気な子供で。あ、弟で。弟。こんな、あの、夜にサングラスかける弟でごめんなさい、ほんと。すいません。伊藤秀明にも似てるよね。ん？マスト君。それね、目元似てるって言われる。でしょ？そう、なんかね、目元めっちゃ似てるって、めっちゃっていうか普通に似てるとは言われたことあるんだけど。似てるよね。でもそれね、似てるって言ってくれる人と、うん、似てないっていう人の差が激しいんだよね。そうなんだ、うん、似てるって言われたことはあるんだけど、うん、似てないっていう人もいる、俺目元の伊藤秀明さんに似てるって言われたことあるんですよねっつったら、似てない似てない似てない。え、めっちゃ似てると思うの。嬉しい、うん、かっこいいもんね、イケオジって感じがして。そうそうそう、サクセス。わかんなかったこれ。サクセスってこう、なんかそう、逆に誰に似てるって言われたことある。私は、
それこそ、いや、もう本当おこがましいけど、何にも見えない。本当おこがましいけど、広末涼子でしょ。おぉ、富永愛でしょ。はいはいはい、広末涼子、なんかわかるかも。でさ、そう、広末涼子。かわいいやん。ちょっとね、眉に恋する5秒前も。あ、そういうことね。恋する5秒前から。あれか。そっから撮ってんのか。そうそうそう。もうモノマネ芸人じゃん、それ。広末涼子モノマネ芸人じゃん。広末涼子、広末涼子でいいんじゃない？涼子、涼子は女じゃん。あ、なるほどね。涼子や、涼子の頭を男にすればいいんだ。かっこよ。そしたら、広末涼子のままやってます。でも広末涼子です。え、なんで男っていう文字入ってるんですか？あ、私こう見えて、元男の子なんですよ。元男の子なんで。って言えるじゃん。最高。一人モノマネ芸人にプロデュースしたわ。そこまで似てる？でもね、雰囲気じゃない？あ、まあ、でもね、なんか言われてみれば確かに似てるっていう、似てるっていうか、わかるって感じかな。あとめっちゃやれんな、富永愛だね。富永愛がわかんない、ごめんね。モデルの。モデルで女優の。あと、りょうっていう人も。RYO の？いや、あれ？りょうさんに似てる。あれだ、それ。うん。後でじゃあ、ちょっと調べて。調べよう。下北つくなに、その混ぜそばつくまでもしかしてずっとこうするつもり？そろそろ終わるか。なんなら食べるところまで撮るでしょ。ちなみに俺が食べてる動画前 TikTok に出したよ。あ、本当？あ、じゃあ一旦向かうところの、もうだいぶトークも伸びたことですし、ね、これまずは一本の動画で、後半戦へ、混ぜそばで会いましょう。混ぜそばで会いましょう。バーイっつって。あ、バーイできるじゃん、そのサングラスで。バーイ。すごいよね、やっぱり体から出てる声って感じだよね。そう、僕ね、体を全身を使ってモノマネっていうのやってんだけど、ガクト、僕ね、ガクトがいるんですけど、いやー、はい、バーイ。